ルカ・エルスナーは、スロベニアの元サッカー選手、サッカー指導者、ゲンスタンダール・リエージュ監督。選手時代のポジションは DF。祖父は、オーストリア代表や、ブランメル仙台の監督を務めたコーブランコ・エルスナー。父のマルコも元サッカー選手、弟のロクもサッカー選手である。生まれは、ルブラナだが、サッカー選手だった父親と共に、フランスに移り、 父親がプレーしていたアグック・ニースのユースチームでキャリアをスタートさせた。後に US カーンニュに移る。2004年に故郷スロベニアの NK ドムジャレに加入し、一時 SK アウストリア・ケルンテニア・アルムハラククラブに在籍していたものの、再びドムジャレに戻り2012年までプレーして引退した。スロベニア代表では2008年5月26日の スウェーデン代表との国際親善試合で出場している。2013年から NK ドムジャレの監督を務め、その後 NK オリンピア・リュブラナ、キプロスのパフォス FC、ベルギーのユニオン・サンジロワーズの監督を歴任。2019年6月19日、36歳でフランスのアミアン SC 監督に就任。2019から20シーズンのリーグアンでは19位で降格となり、 続く2020から21シーズンのリーグで序盤戦でも成績不振のため2020年9月28日に解任された。2021年1月31日、2023から24シーズン終了までの契約で、キロボルトコルトレック監督に就任。2021年10月6日、コルトレックとの契約を解除し、翌7日に、 スタンダールリエージュ監督に就任。ありがとうございます。